こんばんは。こんばんは。元気ですか？そうですね。少なくとも昨日よりかは元気だと思いますね。昨日のあの夜よりかは。かゆ。今夜はリップが違う感じ。お。まあ。よくぞ気づいてくれました。でも言うて結構ね、時々つけたりしてるやつですけど、なんか色を2種類つけた、2種類のリップをつけた。こんばんは、スムーさん、あーちゃん、ありがとう。あ、イモステレビ、あ、イモステレビ見てくれましたか？放送されたか？どうでした？前髪、私多分今日のやつあんま映ってなかったと思うんですけど、まあ前髪決定、前髪王、前髪王はサラピが前髪王に輝きましたね。デコ出し似合ってた可愛かった。本当に言ってる？私もうダメだダメだって途中からもうね、諦めてたんですけど、もういいやって感じで、結構途中からはもう慣れたんだけど、そう、前髪上げることに対してちょっと最初はラーメン屋さんの時点では抵抗がすごいあったんですけど、遊園地ぐらいからもう全然抵抗なくなって、あ、もういい、すっきりみたいな感じで、遊園地は結構普通に楽しみました。そう、もうりねちゃんが最初に脱落して、イモステレビの前髪企画で、でもう最初りねちゃんもすごい抵抗があったみたいなんですけど、もう途中からすごい慣れるでみたいな感じで言われて、そしたらそうかなって思ってたんですけど、途中からめっちゃね慣れた。本当に慣れた。もうな、本当にあれは慣れだって思った。お化け屋敷実はね入ったんですよ。実は3人が入ったお化け屋敷ね、私とりねちゃんもう脱落してたから見てただけだったんですけど、実は終わった後に結構ね休憩時間というかちょこちょこあって、そう、りねちゃんとね2人で入りましたよ。なんか2人で入っておいでってカメラ渡されて、自分の手持ちのやつ、ってなって、そう、でもちょっと一人じゃ不安だったから、りねちゃんと一緒に2人で入って、いやー、なんかお化け屋敷というもの自体がもう私はね無理だった。そう、多分その魅力の里のお化け屋敷そのもの自体はそんなに怖いものじゃないと思うんですよ。だけどもお化け屋敷っていう、もう何、お化け屋敷の存在が私はもう無理だから、もう入り口から叫んでた。本当にもう中でも、ね、私さ、暗いところはまず苦手なんですよ。だからもう暗さに耐えられなくて、そう、その後喉やられたんですよ。喉痛くなった、めっちゃ。なんかもうりねちゃんもずっとなんか言ってて、なんか何言ってるのみたいな、もう何言ってるのみたいな感じだった。でもやっぱね、お化け屋敷はね、一人より二人の方が絶対いいなって思ったよ。一人でね、入ってたけどすごいなって思った。三人は、一人ずつ。そう。だからね、まあ、放送はされてないと思うんですけど。
でもまあちょっとお化け屋敷入ることってそんなないんで、まあちょうどいいぐらいだったんじゃないかなって。そんな怖すぎるっていう感じのお化け屋敷ではなかったからそう、多分ミラクの里自体が多分結構子供でも小さいお子さんでも全然大丈夫みたいなところだから。そう、でもね、いやでもやっぱお化け屋敷って怖いなって思った。もうみたいな感じでリネちゃんとずっと言ってたから、ちょっと放送事故でだったのかもしれないね、もしかしたら。安部さん、和樹さん、炎上さん、えいひろさん、親方さん、はじめさん、フットムーンさん、まさまささん、サージカルさん、ありがとうございます。こんばんは。そう、でもすごいね、魅力の里って初めて行ったんですけど、楽しげなところでしたよ。観覧車乗りたかったんだよ。なんか空き時間もう今日は使っていいからみたいな、好きなの乗っていいよっていう時間があって、私と美穂ちゃんとりねちゃんの3人がその休憩時間、その2人がね、そのサラピとももちゃんが最後残ったから2人決定戦みたいな、だから2人がちょっとね撮影に行ってる間に、そう3人で、そうなんかせっかくだから何か乗っていいよって言われたから、え、じゃあ乗ろうってなって、みんなで、でそう、なんかね怖いやつ乗ったあの観覧車じゃない、ジェットコースターまでは行かないんだけど、あの飛行機のやつなんです。飛行機だっけ、乗ってめっちゃブン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 回されるやつなんですけど、こうバーンって、そう、もうねあれすごいよ本当に。私ずっと下向いてたんですけど、美穂ちゃんとかさもうずっと景色見てたらしくて、景色見るとかそういうレベルじゃないんで、本当にもう顔前にできないの、あの空気のあの圧がすごくて、もうずっと下向いてたずっと捕まって下向いてた、早く終わって、早く終われって思ってた心の中でだから私多分ね、遊園地の乗り物ってやっぱ絶叫系苦手なんだと思う。だからその後メリーゴーランド乗ったんですよ。そう、メリーゴーランドめっちゃ楽しかった。だから私メリーゴーランドぐらいが一番ちょうどいいのかなって思ってね、あの観覧車乗りたくて、観覧車乗りたいですって言ったら、結構もう時間が観覧車はかかるからダメですってなって、観覧車乗りたかったのに。観覧車乗りたかったのにな。でも2人、最後ももちゃんとサラピが乗ってたなんかバイキング、その上下するやつ、こう何天秤みたいな形してて、乗り物がこうグイーン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 ってずっとこうこうなるやつ、あれめっちゃ怖そうだった本当に。近くで見てたんですけど、めっちゃね本当に怖そうだった。あれもうなんか見るのがもう無理だったから、乗ったらもっと怖いんだろうなって思って、バイキング怖そうだった。フォローしてくれた方ありがとう。ツイッターもフォローしてね。でも魅力の里行ってみたかったんで、行けてよかったです。
なんかその日モステレビのロケ本当何するか知らなくって、前髪企画っていうことは知ってたんですけど、そうだけど内容がどんな内容なのかが分かんなくて、でも前髪ってことは結構体張る系なのかなみたいな感じでみんな予想してたんで、意外となんか旅みたいな感じで楽しい感じでよかったです。空気がいいですね。なんか結構ミルクナスってだってあの山、山っていうか結構緑に囲まれたところにあるんだなってそう思った。よっこにゃ、よっこにゃ、ありがとう、はじめまして、よっこにゃ。そういえばツイッター始めてたんだね、今頃。ねえ今頃なの、私もう8月から始めてるんだけど、今頃なの。ぜひフォローお願いします。平和な方、そうだね、平和な方のロケでした。私イモーステレビのロケはまだあんまり過酷系のやつはやったことない気がなん、うん、気がする気がするね。過酷大変だったのはあのやっぱスパイのやつかな、怖かったな、あれあれも本当怖かったもん。なんかみんなから疑わ、もう絶対スパイダーみたいな、絶対私がスパイダーみたいな感じでみんなから言われて、もう自分で言いたかったもん、スパイです、私がスパイですってもう途中で言いたくなった。もうだってそういうなんか偽るのとか無理だもん難しかったあれ。なんかああいうさモヤモヤ系のさ、なもうずっとモヤモヤ系にしとくの嫌なんですよ。もうスパイなんですけど私って言いたかったもんあれ。そうで、そういう時になんかさ、あれ確か紙を引いてスパイって書いてる人がスパイみたいな確か感じだったんですけど、そういう時にさ私引いちゃう人なんですよ。なんでって思うけど毎回。私これはもう私の人間的な問題、人間的な問題っていうか、私はもう小さい頃からそういう人間なの、本当に逆に持ってる人間なんですよ。そう、あのでもね、あの嬉しいことで持ってる人間じゃないの、なんかえなんでっていうことで持ってる人間なんですよ、わかる、運命的、えそう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 、本当にこれ本当にそうなんですよ、本当になんでか知らないけど、なんでなんだろう。だから中学校の頃とかも、うん、絶対じゃんけんで勝ちたい時、なんかよくあるじゃん、みんなでさじゃんけんしてこれはもう絶対に勝たなきゃいけないじゃんけんみたいな時あるじゃん、その時絶対一人負けするから私もそんなことあるってぐらい運がないんですよね。私そういう人間なんで、もしそういう方がマジねいたら、あの本当に私仲間だよって、仲間だよって言い合いたいと思う、本当に。なんか私の周りそういう人あんまいなかったからさ、なんか運がいい人がすごい多かったんですよ。だからそういうなんか私みたいな人全然いなかったから、だから仲間だよ、いる仲間いるかな。キッチンさん、トムさん、ヤスベさん、カズーイさん、トムさん、ヒロッチさん、セレニーさん、サージカルさん、600万ドルの男、スティーブさん、ありがとうございます。
なんか何でなんだろう、何でなんだろう。そうだから私結構ねそういうのが多すぎて結構その辺の何メンタル的な部分は結構強いと思う。そうもうなんか結構自分もあの負けてももう別にいいぞみたいな結構なもう強気な気持ちが芽生えて、そう逆に私を強くさせてくれた。マーロさんはじめまして、ありがとう。そう誰かそういう人いないかな、私と同じみたいな人いないいないですか。すごい私僕運悪いですよみたいな。そうなんかなんでなんだろうな、そういうもう人間だからしょうがないのかな。なんか例えばねもう絶対やり学校とかで絶対もうやりたくないなんか仕事が自分にあのなんかクラスみんなでこのなんか絶対やりたくない仕事みたいなこれを誰か決めないといけないから皆さんで決めましょうみたいなじゃんけんになりました、もう絶対にもう勝ちたいみたいな、もうこれもう絶対にもう勝たないともう絶対はもうやだ無理ってなるじゃんけんとかでも絶対負けるの。おかしくない？おかしいよね。あのいつもそうだったんですよ私。くじ運もめっちゃ悪いから。だって私さ席替えでなんかくじの席替えとかあるじゃん、くじでやる席替えとかあれでいい席になったこと一回もない本当に。本当に一回もないです。あのいつも嫌な席ばっかりなんでだ。小6の運動会の時みんなやりたくない応援団にくじでなって、応援団やりたくないんだね。応援団やりたい人多いイメージだった。めっちゃ逆にそういう時は負けたことなかった。いるよねそういう人いるよね。いいなって思う本当に強いなって。そういうのにさもうかそういうのさ絶対勝つ人ってなんかもうほぼ無関係みたいな感じじゃん。無関係ぐらいのレベルでじゃんけん参加してるからさそういう人って絶対勝つんですよ。で私はさもう絶対で勝ちたいっていう気持ちでもうやってるにもかかわらずあの負けるっていうあの違いは何なんでしょうね。あれ本当にあれおかしいなって思う本当に。まあさんありがとう、こんばんは。応援団一軍誕生やる、そうかな。でもね私中学校の頃は応援あったわ。応援団あったわ応援団あ、分かる分かる。中学校の頃はそうだった。そういえばなんか小学校の頃は そんなことなかったけどもう中学校って言ったらあれ応援団っていうかあれなんだなんかクラスリーダーみたいな感じだったかな確か。それはそうだね。彩香ちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは。好きな人の隣の座席になる確率は 6% らしい。へえ。
ということ。チアリーダーとかなかった？中学校って大体そうですよね。でも私もう本当に伝説級のもう運のなさっていうのが、これ結構言ったことあると思うんですけど、伝説級に運のないでさ、中学2年生の子、1年生の頃にあのそれぞれさ委員会決めるじゃないですか。で委員会はそれぞれ絶対あるのみんな。だけどそれとまた別枠で図書委員っていうのがあって、そう図書委員みんなやりたくないみたいな感じだったんですよ。あの仕事がやっぱさ増えるじゃん、その委員会もあるのにまたさらに図書委員みたいな。図書委員ってさ、この休み時間になったら図書室行ってなんか図書室の管理しないといけないみたいな、ピとかやるやつだから結構そう図書委員別枠だったんですよ。そうでだからみんなやりたくないじゃん。そうでそれ 前半と後半に分かれてて、さ図書委員が 前期後期みたいな感じで分かれてたんですけど、そう私さそのあみだくじになったんですよ。であみだくじでそうその前期あみだくじでその図書委員になったんですよ。そう40人いるんだよ、40人いる中で連絡になって、で図書委員になったんですね。そうでじゃあまた後半やるじゃん。後半になってまた阿弥陀仁になったわけですよ。でまた私になったのおかしいよねこれなんかさ仕掛けられてるみたいな感じで、あの阿弥陀運もないっていう、私どんだけ運ないのっていう、すごくない？40分の1だよ。しかもそれがさ2回もなんかなんとなくさあの なりそうだなっていう予感はしてたんですよ。ですよね。その最初もその前期も後期もね、あこれ絶対なるんだろうなっていう気はしてたんだけど、あみだくじってさ分かんないじゃん。そう書いてもさそう予感はするだけで実際分かんないじゃないですか、このやっぱやってみないとさ。そうなのに自分のなんか予感的中みたいな感じ、奇跡だよねあれは。本当にねどんだけ運ないんだろうって自分で思ったね。そうでもそしたらさすがにあの続けてはあのちょっと続けてになるからって言って、先生が私をあの抜きにしてくれたんですよ。なんか私じゃない人にしてくれたのだったらなんでやったんだろうって思うけど、阿弥陀仁私なんでやったんだろうみたいな。2連続だった時のクラスの反応、なんかね気まずかった、めっちゃめっちゃ気まずかったよ。なんかあえみたいな、なんかまたなんかまたまたじゃんみたいな、なんか空気になって、なんかえこれはみたいなそうめっちゃなんか空気がねめっちゃ気まずくなった。でなんか私もなんかえみたいなそうだって私さそんなクラスで盛り上がる系の人じゃなかったから、めっちゃなんかちょっとなんか怖かった空気が。そんなにんかさ図書委員ってさその休み時間に図書室に絶対行かないといけないっていうのが結構みんなの中では嫌だったんだと思う。なんかそれが休み時間ってさ友達と遊びたいじゃないですかみんな。なのにその多分1週間ぐらいその週で決められてて図書室に行かないといけないみたいな。いじられたらよかったのにねって、私そういうなんかいじられキャラとかでもなかったんで私はいつも損を選びます。なんか深い
なんか深いな。そうなんですよ。そういうこともあったよ私は。まあそれぐらいね、運がないわけなんですけれども、私は。こんばんは。うん。あ、そうだね。でも、まあ、逆に考えたら、なんか何かがあったのかもしれないね。逆に運があるみたいな知らないけど、だってなかなかそういう人いないと思うもん。本当にそれぐらい運ないって自分で思ってたから。そうだから今考えたらなんか逆にすごいかも。ね、そんな人がね、まさかオーディションでその受かるなんて思わないじゃないですか。本当にびっくりした。ジェットコースター人生すごいこれジェットコースター人生っていうの？ジェットコースターでも結構皆さんのさ、皆さんもジェットコースターなんじゃないですか。知らないけど、でもジェットコースターじゃないですか。だってそんなね、人生なんて。うん。うん。した浮上しない。いやそんなことはないですよ。そんなことはないです。各駅停車、皆さん青春各駅停車を聞いてくださいよ。こんな時はSTU48 の曲の青春各駅停車を聴きなさい。もうね、青春ですよ。青春なんだ。人生はジェットコースターだから下がったら上がるんだよ。そうだよ、人生はジェットコースターだから下がったら上がる。そうだよ、それは当たり前のことだ。当たり前体操すぎる。うん、そうだ、青春かっこ遠い目をしないんだ。遠い目をしないの、もう遠い目をしないの。ここ数年間ずっと下がってる。でも私もずっとそうだからさ、そういうなんか難しいですよね。難しいですよね。なんかそういう時にさ、そういう青春各駅停車とかさ、なんかそういう曲を聴くとさ、すごい心に染みるっていうか、
なんか上がることなんてめったにないじゃないですか。私も人生で上がることなんてそのめったにないしなかったから、だけどね、こんばんは。なんかそういう時に結構なんかさ音楽とか聞くから、あ、音楽の力ってすごいなって思うことがね、なんかよくありますね。だからこそ上がった時の喜びがでかい。いやね、いや本当に私そう思います。そう爆音でね、そうなんか最近もうさ耳が破れそうなぐらいさ爆音で音楽聴いてるからさそう結構もう爆音に慣れたんですけど、ヤギさん、さだなみさん、ダークネスさん、ラブリー48さん、マキマキさん、イケピスさん、クレゼーリンさん、ちくわドーナツさん、マツくんさん、かずいさん、ありがとうございます。いやでもそんなそのさあのちょっと持ったけど、その細かい、ま、破れそうとか持ったけど、そのちゃんと何あのちゃんとその加減はね調整してますけど、けど結構かなり爆音でね聞いてます。最近おすすめの曲ありますか？ああのね、そうだそうだそうだ、なんか結構ちょっと前に今最近聞いてる何曲最近よく聞いてるでしょうみたいなメールを送ったと思うんですけど、そうそれその後何の曲聞いてるか書いてなかったなと思って、最近は乃木坂さんのあの5期生乃木坂5期生さんのバンドエイドの曲です。バンドエイドの曲です。歌詞がタイトルがちょっと分かんないけど、あれめっちゃめっちゃいいって思って最近結構聴いてる。結構タイトル 長かった気がするなんか MV とかめっちゃ爽やかなんですよ、あれめっちゃ可愛い。剥がすような別れ方、バンドエイド剥がすような別れ方、なんかそんな感じだった気がする。バンドエイド剥がすような別れ方、そう私もさあのタイトル見てなんか気になって、すごいどんな曲なんだろうっていう、バンドエイドタイトルにどんな曲なんだろうなって思って聞いたらなんかめっちゃハマって、まあ、かわいいかわいいこの曲かわいいって思って、かわいい菅原さつきちゃんセンターかね、かわいいよね、かわいいてか皆さん本当にかわいい、本当に本当にかわいい。それを私は最近は聞いてます。皆さんも聞いてみて。爽やかな、うん爽やかな感じ、本当にああいうクラスに入りたい。 あれなんか学校のなんかあれだよね、クラスメイトみたいな感じだよね。いやーもうあちょっとさ
あれはちょっとさ、美女すぎない？あのクラスがあったらさ、美女すぎでしょ。国旗制誰推し？あー、いやー、私ちょっとねー、すごく DD で、DD 発動してます。本当に本当に DD がちょっと本当に DD でちょっと皆さん可愛くて、川崎さくらさんとかも好きだし、ちょっと DD、 結構井上凪さんとかも好きだし、はい、てか皆さん好きなんですけど、はい、皆さん好きです。本当に可愛い。こんばんは。かわいい。本当に私あんまり一人に絞れないタイプなんで、なんですよ。だってさ、皆さん魅力的じゃない？一人なんかに絞れないよ。絞れないよ。だってもうさ、もう魅力的なメンバーじゃん、じゃん。じゃんじゃんじゃん。だから私 DD の皆さんの気持ちわかるもん。本当に今日はこれを買いました。マイティア、これは目薬です。なんか最近目の乾燥がひどくて、お風呂上がりと朝起きた時の目の乾燥がひどくて、めっちゃ涙出てくるんですよ。だからちょっと目薬をね買いました。これどうやって開けるんだ。どうやって開けるの？どうやって開けるの？これ開かないよ、開かない。いいや、後で開けるスマホ飲みすぎ。いや、なんか私さ、結構それ結構何影響されてるのかなと思ってさ、結構視力とかも多分結構下がったんですよね。やっぱ STU に入ってから結構やっぱスマホの影響強いのかなって思って。裏側に開けるとこあるよ。嘘、本当に？どこ？どこやねん。ないよ、ないよ、ないじゃん。ブルーライトカット、あー、
やそうかもしれない。私今さ、私の携帯ブルーライトカットじゃないんですよ確か。あ違う、ブルーライトカットだったわ嘘ついた嘘ついた嘘ついた。なんかこの1個前の自分が使ってたスマホはブルーライトカットがない代わりに、あのなんて言うんだっけ、あれ覗き見防止みたいなやつの、あのの、あれあれ貼るやつ貼ってたんですよ。だけどそう、今新しい携帯に変えてから覗き見よりもブルーライトカットを重視しようって思って、今そっちを使ってる。そうな、ブルーライトとさ、そういうセットのさコラボしたやつがあったらいいのにって思って。そう、なんか2個つけると多分画面反応しなかったらどうしようって思って今はブルーライトカットのやつをね使っています。設定ちゃんと目に合うようにされてますか？うん、してない。あのね、結構前まではあ、STU に入る前は、前までは10時過ぎたら画面がオレンジになる、なるやつあるじゃないですか。あれを入れてたんですよ、セットしてたの。でもなんかちょっとやってみようと思って、目に優しいみたいな画面の色、オレンジみたいなやってたんだけど、なんかある時それがすごい嫌になって、そのオレンジが嫌になって、でも直そうと思っても直せなくて、なんでか知らないけど、あのよしこれで設定ちゃんとできた、これ次からはオレンジにならないならないぞって思ってても、次の日10時になったら絶対オレンジになってて直せなくて、あれそう、だからもう絶対やらんって思ってやってない。直し方が分かんないから。キルスさん、ちくわドーナツさん、ヒロ7123さん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、てかさ、全然話変わるんですけど、なんか今日バラエティ番組を見てて、あのチョコプラさんいるじゃないですか、あの芸人さんのチョコプラさんが、チョコプラさんの、あの長田さんと松尾さん、どっちが背高いでしょうかみたいな問題やってて、クイズやってて、さ、私絶対長田さんがの方が絶対高いって私はもうほぼ確信してたんですよそしたらさ、松尾さんの方が高いらしい。 いや知らなかった、それ。え、そうなんだみたいな全然話変わったんですけど、なんかさ、長田さんの方がさすごい高そうに見えるじゃないですか。だから絶対そうだって思ってたんだけど、そう、あ、有名な話なんだ、知らなかった。だからさ、めっちゃびっくりした。え、そうなんだ。なんか私は松尾さんはめっちゃ背が小さいイメージ、めっちゃってか背が低いイメージがあったんで、そうなんだみたいな。あ、そう、座高が違うらしいね。座高が長田さんの方が高いみたいな。結構びっくりした。え、そうなんだみたいな。うん、私がよく見る番組、うーん、クイズ番組はよく見る。クイズ番組とか、あとなんだろう、
あ、でもさ、今日ぐらいから、昨日ぐらいからなんかちょこちょこドラマ始まってきたじゃないですか。一応全部録画してるの、まあ見てないけど、ちょっとこれ見なきゃと思って。秋のドラマ、アニメは全然見ないんです、私は。あ、ミラクル9はめっちゃ好き。ミラクル9めっちゃ好き。クイズ番、そうですね、クイズ番組が好きか、好きなの多いかな。パセリシャドウハウス進めてた。うん、なんか進められた、なんかシャドウハウス見てて面白い。私ね、なんかチラッと見たことある気がするんだよね、シャドウハウス。でもなんかアニメ自体自分があんまりちょっと見るのがなんか、うん、途中で止まっちゃうっていうか、なかなか最後まで見ることができないんで。そんなに面白いんだシャドウハウスって。なんか可愛いよね、あのキャラクターが。だいたいアニメ全部可愛いけど。こんばんは。だいたい可愛いけどね。渡辺さん、川さん、中さん、ありがとう。うん。やけどはどうなった？あ、やけどね、なんかね、今も一応あのガーゼはつけてるんですけど、その薬をね塗ってるから、あのね、だいぶ改善したんですけど、なんか今はあの綺麗に治すための薬をつけてるから、そうだからね、なんかしばらくはちょっとガーゼ貼ってるって感じですかね。なんかひどい感じではないんですけど、全然あ、そう、ベタベタに塗るやつは終わった。もう大量に薬塗るやつはね終わりました。ちょうど今日病院行ったんですけど、水ぶくれ、そう、水ぶくれは幸いにもできなかったんですよ、回避して。そう、だからそこまでひどくならなくてよかったねって先生からも言われて、あとはあの傷跡とかをきれいにあの治さないといけないから、 その薬をあのきれいになるまで塗るっていう今感じかな。だからガーゼをね今も手に貼っています。あ、ボクサーではないね、もうボクサーではない。今もうガーゼのね幅も結構狭くなってて、もう痛みは全然ないですね。だから心配は全然しなくて大丈夫だよ、大丈夫だよ。最近のメイクの感じのファン、あー嬉しい。なんか、
なんかね、最近でもちょっと変えてるっていうか、なんかあんまり見えないかもしれないんですけど、アイラインを下に引くアイラインをちょっとね、なんかギリギリじゃなくてちょっとこの辺に描くっていうのにハマってて、なんか今はあんまり描いてないけど、なんか前までは結構ギリギリに描いてたんですよ。じゃなくてちょっとなんかこの辺に引くみたいな、薄くこう引くみたいな感じを最近はしてて、そう、なんか私さ、顔が左右対称じゃないから、なんかこっちの目が若干なんか釣り目ではないんですけど、若干上に上がってるから、あのなんかちょっとアイラインをちょっと下らへんに描いたらちょっとなんか左右対称に見えるかなみたいな、自分なりのなんか研究をしてみてます。まあでもこっちもやるんですけど、なんかどうしたらいいかなって思って、でも眉毛はだいぶね安定してきたかな最近。もう眉毛も結構眉いく、そう眉いく、やっぱね私は正解だった、眉いくしたことで、あのしっかりとあの眉毛が、そう、私さ昔の写真とか見たらめっちゃ眉毛細いじゃないですか。そうだからなんか、いや今もさ、こうここら辺からしか描いてないの、眉毛半分ぐらいからしか、あのここ描いてないんですよ、この半分からこっちは描いてなくて、なんかこの、ま、この辺から今ちょっとこっち描いてるみたいな感じなんですけど、なんか眉いくのおかげでこっち側もうそのままなの、だから眉いくして正解だった、眉いく成功。眉いくってなんだ、まつ育、なんかさ、まつげでしょ、まつげね、私さあのまつげ美容液、今までさ高いまつげ美容液を何回も買って、何回あの買うたびにほんと2日坊主で終わるっていうダメなんだけど、そうなんかね、まつげ美容液って塗らなくなるんですよ、私の場合は2日で塗らなくなる、本当に。今もだからあるのはあるんですけど、なんか明日でいいやって思ったらもうそっからやらなくなってるね。そう、結構、ま、私はだから眉毛じゃない、そう、あのまつげ、でもまつげ美容液したらさ結構なんか伸びるよね、結構実感する気がする。私ね、眉毛じゃないもう眉毛とまつげ分かんないよ、まついくのせいか。あ、じゃあ松井くしますか、次は眉井く終わったから、終わってはないけど眉井く順調 なので、じゃあ髪の毛にも効くのかな、ちょっとそれは分かんないかな、でもまつげと髪の毛って同じなんじゃない、分かんないけど。
じゃあ次は松井くしますかしますか。じゃあ今日からまつげ美容液じゃ塗って寝ますよ。バンバン塗って寝ます。そうでもなんかまつげ美容液透明だからなんかついてるのかついてないのかがわからないのが苦手で、そうでもそんなことを言ってる場合じゃないですね。じゃあ今日から松行くします。じゃあ、ま、今日から松行くして、じゃあまた後日、また後日じゃあ結果を。でも多分 まつげ美容液って美容液って継続することが多分大切だと思うから、だからまあそうですね、1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月って言ったらもう10月じゃない、11月に なってるってことか。じゃあ11月ぐらいに、じゃあ私のまつげがどれぐらいになったかっていう、まつげ、じゃあまつ育をしたいと思います。じゃあ今日から毎日じゃあ塗るからか、塗らない、あーそうだね、うん、毎日が頑張ります。あんまり成果なかったらどうしよう、なんかあんまりじゃないみたいな結果になっちゃったらどうしよう、てんてんてんみたいなまあでもちょっとは違う気がする、なんか1週間ぐらいでもしただけでなんかちょっと違う気がするからここ側の写真撮っておけば、あーなるほどね。でもあーそうだね、ビュー、そうですね、ちょっと撮っとこうかな。じゃあじゃあ終わります。あ、そう、メイクポーチ変えたのめっちゃいいよ。マッサーさん、田辺さん、かすけさん、ガバさん、こいつね37さん、ありがとうございます。13位、ドグラスさん、ありがとうございます。12位、クレセージンさん、ありがとうございます。11位、フットムーンさん、ありがとうございます。11位、クワドーナツさん、ありがとうございます。9位渡辺さん、ありがとうございます。8位田辺さん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位ギルスさんありがとうございます。5位松くんさん、ありがとうございます。4位ナッカーさん、ありがとうございますは3位トムさん、ありがとうございます。2位マキマキさん、ありがとうございます。ありがとうございますってなんか滑舌良くないから言いづらい、すごい1位はヤスベさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうじゃあちょっと皆さんあれですね、今日すっごい寒いっていうかすごい涼しくて風邪ひかないように気をつけてください。明日は金曜日だね。
金曜日も頑張ろう。ではバイバーイ。ではメールをこの後は送ります。バイバイ。